八人が死亡した松本サリン事件から今日で30年です。献花台には犠牲者を痛み、住民などが訪れています。現場から中継です。松本市北深市にある公園には献花台が設けられていて。朝から住民などが花を手向けていました。ここは一人が亡くなった会社の寮の跡地です。30年前の今日発生した松本サリン事件。 オウム真理教の信者によって住宅街に猛毒のサリンがまかれ8人が死亡600人以上が重軽傷を負いました当時警察は第一通報者の河野義行さんの自宅を被疑者不詳のまま殺人容疑で家宅捜索犯人扱いする報道も相次ぎ事件報道の在り方も問われましたもう言葉にならならいです。もう ね、言葉にならず、ただただ手を合わせるだけでした町会として献花台を設置するのは初めてで、町会長の男性は、30年という節目に事件について考えてほしいと話していました。